昭和39年、東津軽郡今別町の映像です。大川台地区は山に囲まれた自然豊かな地域です。当時、隣の二俣地区には育児施設がありませんでした。農作業が忙しくなる時期、小学校の横にある神社に子どもたちが集まります。忙しくて子どもたちの世話をできない家庭のために、春と秋だけの臨時の保育園ができるのです。手作りブランコや竹でできた滑り台で子どもたちはにぎやかに遊びました。お昼は神社の境内でお弁当。お弁当を食べる機会が少なかった子どもたちにとって、この時期アルミ製のお弁当箱を開ける瞬間は楽しみだったといいます。